はい、こんにちは。そしてこんばんは。白坂和也です。4月に行われた衆議院東京15区の補選、他の陣営の選挙活動を妨害したとして、翼の党のメンバーが逮捕されました。容疑は公職選挙法選挙の自由妨害罪です。翼の党は5月13日の月曜日、家宅捜索を受け、5月17日の金曜日に逮捕。逮捕は予想されたことなんですが、それでも警察当局はなかなか早い対応を見せました。逮捕されたのは翼の党の代表黒川敦彦氏、翼の党幹事長で補選にも立候補した根本良介氏、そして翼の党組織運動本部長の杉田隼人氏の3名です。それにしてもなんですね、公職選挙法の選挙の自由妨害罪で警視庁が強制捜査を行い、逮捕に踏み切るのは極めて異例なんです。そしてこれに乗っかるように新聞をはじめとする大手メディアの取り上げもまた異常というほかない。今回は翼の党をめぐる過剰報道、そして過剰捜査について考えます。まあ、翼の党のですね、面々に関してはですね、やっぱり僕もですね、東京15区の選挙取材をやりましたし、まあ動画などでですね、彼らの行動をですね、まあ観察してきたんですけど、やはりですね、違法というほかなくてですね、これはもう多かれ少なかれ逮捕されるんじゃないかなとは思ってはおりました。で、結構ですね、メディア関係者であるとか、あと、まあ、取材中にですね、一般の方にも、こう、いろいろ話しかけられるんですけど、その時に聞かれるのが、やっぱり翼の党の人たちって逮捕されるんですかねっていう、質問なんですね。で、僕もですね、やっぱりまあ、まず間違いなく逮捕されるんじゃないですかと答えてはきました。まあ、それは当然公職選挙法であるとか、また下手をするとですね、威力業務妨害とかにも該当するんじゃないかなと個人的には思っていて、で、まあ多かれ少なかれ、まあ逮捕はされるんだろうと。ただ5月17日の金曜日、この時点で逮捕されたのはちょっとびっくりしたんですね。やっぱり思いのほか早かったなというまあ印象です。で、さっきのですね、オープニングにもあったように、まあ、5月13日の、月曜日に家宅捜索を受けたと。で、同じ週のですね、5月17日の、まあ、金曜日にはもう逮捕に至ってるんですね。で、この日はですね、自分はたまたま羽鳥慎一モーニングショーを見ていて、ちょうど9時を少し回った時なんですけども、まあ、いきなり速報ということで、翼の党のメンバーが逮捕されたと。まあ、そういった、速報が流れて、おーっとちょっとびっくりしたんですけども。で、これに関してはですね、自分も、動画を作りました。翼の党の、まあ、逮捕に関して、まあ、最初に見ていただきたいのが、こちらの記事になりますね。これはですね、スポーツ報知ですね。スポーツ報知、2024年5月17日9時51分に、配信された記事です。なので、モーニングショーの、速報から少し経った時点での、記事なんですけども、このようなタイトルがついています。玉川徹氏、翼の党、黒川敦彦代表ら、逮捕を解説と。実質的に、他の候補者の演説を妨害したと。まあ、このようにあります。テレビ朝日系、羽鳥慎一モーニングショーは、17日、衆議院東京15区の補欠選挙での、翼の党による選挙妨害の問題で、警視庁が、公職選挙法の疑いで翼の党の代表黒川敦彦氏や、根本良介幹事長ら、3人を、公職選挙法の疑いで逮捕したことを、速報したと。まあ、このように書かれていますと。で、コメンテーターで、元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、今回の逮捕に、候補者が他の候補者の演説を妨害するっていう想定がそもそも我々の中になかったとし、
実質的に他の候補者の演説を妨害したというふうな疑いを持って逮捕に至ったと思いますと、まあ、指摘したと。まあ、玉川徹さんですね、モーニングショーで、まあ、いろんなこう、解説をしてくださったんですけども、確かにですね、選挙に出る人はこんなことしないよねという、選挙に関しては、公選法はこう、性善説をとっているようなところも、多々見受けられて、まあ、それはそれで、当然だと思います。そういった選挙に出る人が、ああいった妨害行動はさすがにしないだろうと。まあ、だからね、選挙の自由妨害罪で逮捕するなんて、まあ、警視庁としても全く想定していなかったということはあると思います。で、やっぱりモーニングショーの速報があったのは非常にこう、驚いてびっくりしてですね。まあ、それもちょっと引用させてもらってるんですけども。で、まあ、そういったですね、翼の党の逮捕ですね。やっぱり、まあ、予想されたとはいえ、インパクトはありました。それで、5月17日の、翼の党のメンバーの、逮捕の速報が、流れて以来ですね。日本の大手メディアですね。なんかこう、一斉にまあ、これを取り上げているんですよ。まあ、それはまあ、仕方がないというか、まあ、当然のことだとは思うんですけども、それにしてもですね、この取り上げ方がなんかこう、異常というか、もう、危機として、もう、翼の党を叩きに行ってると。それがですね、僕にとっては非常にこう、違和感ありありなんですよね。非常にこう、違和感を覚えます。そんな矢先ですね、僕は5月18日ですね、次のようなポストを、X に投稿しています。本日5月18日の、新聞各紙、朝日、読売、毎日といった主要紙が、翼の党の幹部ら逮捕を一面で報道。そうなんですよ。一面で報道してるんですよ。朝日新聞に至っては、あたかも殺人事件でも起こしたかのように一面トップの扱いだと。で、普通であれば翼の党の逮捕などベタ記事で済ませる案件。確かに翼の面々は違法行為に手を染めたものの、鬼の首を取ったかのようなメディアの過剰報道は実に情けないものがある。ここに日本のメディアの劣化を見る思いだと。で、朝日や読売の諸君は、己の衰退ぶりに気づいていないとしたら実に滑稽で愚かである。君たちは一体何を大きく報道すべきか、胸に手を当てて今一度よく考えてみるべしと、まあ、このように、投稿しました。この写真にもあるようにですね、この、例えばこの朝日新聞ですね、これ朝日新聞もそうですし、あとこれ、読売新聞。これ実際僕も買いました。で、毎日新聞はですね、コンビニの店頭で、まあ、見出しだけ、まあ、ちらっと見たし、実際、まあ、会員にもなってるんで見たんですけど、やっぱりですね、この、主要紙ですね、やっぱり一面で取り上げていて、特にこの朝日新聞のですね、この、一面でのこう取り上げ、一面の取り上げ方、これ本当一面のこれトップですからね。で、それ以上に重要な、この共同親権導入が成立っていう、このニュースが2番手になってるんですよ。これはね、明らかにおかしいんですよ。どう考えてもこっちがメインでしょって話。翼のね、逮捕なんかそんなしょぼい案件なんで、これを一面トップに持ってくる朝日って非常になんかこう悪意を感じたなっていうのが、まあ、偽らざる感想。でね、この朝日新聞のこの書きっぷりも、非常になんだろう、悪意があるというか、殺人事件でも起こしたんじゃないぐらいの勢いでもう書いてるんですよ。例えばこういう書き方ですよね、これ。捜査2課によると、3人は共謀し、3人は共謀しって言ってるんですよ。3人は共謀し、同補選告示日の、4月16日の午前11時から、11時50分ごろ、東京都江東区の、JR 亀戸駅前で、無所属新顔の、音だけ広正しいうんぬんかんぬんと、まあ、こういう下りで書いてあるんですけど、3人は共謀しみたいなこう書き方なんですよね。いや、それは確かに共謀もしてるんですけど、まあ、こういう書き方あるかなっていうのがあって、で、しかも朝日はこの第2面の、時々刻々という特集記事があるんですけど、これ、第2面のこの時々刻々で、一面全部使ってもう解説記事なんですよ。翼の党逮捕の。
これもね、異例というか異常というか、朝日新聞もなんかどうしちゃったのっていう感じなんですよね。異常な行動だったと言わざるを得ない。立憲民主党の泉健太代表は17日の会見で、翼の党に選挙カーを追い回された補選を振り返り、逮捕は妥当との認識を示したと。自民党の森山総務会長も、一線を越えた悪質なものだったと判断したと理解していると述べたと。まあまあ、こういった声も上げるとか、妨害エスカレート、異例の逮捕とかって、そういう大きい見出しつけてますけど、朝日の報道っぷり、書きっぷりもですね、非常にこう、エスカレートしてる様が、見て取れるんですよね、本当。そして、朝日新聞は、YouTube にもですね、いろいろこう問い合わせを行ってるんですね。YouTube はガイドラインで、投票妨害など4つの観点から具体的な禁止行為を挙げる。翼の党幹部の逮捕を受け、朝日新聞は改めて対応や見解を尋ねたが、期限までに回答はなかったと。で、朝日新聞は YouTube 側にも、翼の党の連中をどう扱うんだって、要は聞いてるらしいんですよね、これ。見解を尋ねたというか、まあ、質問状を送ったということなんでしょうけども、まあ、かなりですね、朝日新聞がエスカレートしていると。そしてですね、このことはですね、まあ、朝日新聞に限らず、日本のメディアっていうのは大体このような感じで書いてるんですね。ただやっぱり朝日新聞はですね、異常というほかないですね。読売新聞も実際見てみたんですけど、まあ、書き方は、まあ、極めてこう淡々としてますよね。淡々とした書きっぷりです。で、一面も、まあ、一面で書くような問題じゃないと思うんですけど、まあ、それでも一面のこっちの2番手に、トップで持ってこなくて、まあ、2番目に持ってきてると。で、その他にもですね、読売は、関連記事をですね、4面と、あと29面の3面記事にも書いてあるんですけど、まあ、全体的にはそんなに分量は比較的少なめで、まあ、淡々とした書きっぷりで、まあ、この辺が普通ではないんですけど、まあ、書いたとしてもこの辺までかな、という印象なんですよ。で、朝日だけが妙に鼻息荒く、いろいろ書いてると。朝日新聞に関しては、名物コラム、天星人語ですね。ここにもですね、興味深いですね、記載がありました。この新聞の、下の方にこう書かれているこの天星人語なんですけど、このコラムがですね、非常に興味深かったと。で、次のように書かれています。ちょうど1ヶ月前の週末の夜だった。食事をしていた店に、ドヤドヤと人が入ってきた。衆院東京15区補選に出ていた。翼の党の候補者ら。まだ1時間ほどは街頭演説できる時刻だったが、彼らは注文を終えるとスマホに夢中になったと、そう書かれてるんですよ。つまり、天星人語の書き手は、翼の党のメンバーと同じ店にいたことがあるんですよ、これ。彼らは、スマホに夢中になって、いろいろすげえ爆病ですねとかって騒いでいた様子をこういろいろとこうずらずら書いてんですね。で、その中の一人が、でも明日はまともな活動をしませんかと言ったと。で、そしたら一瞬こう場が凍ったみたいな、ことが書いてあるんですね、これ。だから、翼の友の中には明日ぐらいはまともな活動しませんかというやつがいるほど、結局のところ、やばい、選挙妨害をしてるっていう意識は持っていたんじゃないのと、天星人語はこう言いたいんでしょうね。そして、党代表は、逮捕の前に表現の自由の中でやっていると述べていた。ちゃんちゃらおかしいと言ってるんですよね。朝日新聞が、ちゃんちゃらおかしいぜと。確かにね、翼の党の面々は、まあ、違法行為をやっていたでしょう。それは認めざるを得ないし、僕はね、何も翼の党の味方でも何でもないんですけども、まあ、それでもですね、朝日新聞のこの言い分もやっぱりちゃんちゃらおかしいんですよね。だったらね、君たちはちゃんとね、報道すべきことをしっかりと報道しているんですかっていう疑問にどうしてもぶち当たるんですよ。例えば裏金問題一つにとってもそうなんですよ。さっきもね、ポスト紹介しましたよね。一体何をね、大きく報道すべきかっていうことについて、朝日新聞はしっかりやっているとは到底思えないと。
それはあの周りの読売も毎日もそうだし、まあテレビもそうなんですけど、だから今回ね、この翼の塔をめぐる報道を見ると、非常にね、こう日本のメディアのこう機弁性というのがこう浮き彫りになってるなというのが、もう言わざる感想ですね。そしてもう朝日毎日、読売もそうなんですし、あとここにあるようにですね、これあの日本経済新聞ですよね。日経もですね、やっぱり5月17日にまあ記事を書いてると、翼の塔代表ら3人逮捕、東京15区補選、演説妨害疑いであるとか、これはあの毎日新聞のこれ別の記事ですね。5月17日、これはあのウェブ版の記事なんですけども、翼の党代表ら3人逮捕、選挙妨害の疑い、衆院東京15区補選で、これはテレ朝ニュースですね。これも5月17日、10時36分、翼の党代表ら3人逮捕、東京15区補選、東京15区補欠選挙で、演説妨害かという見出しがついていると。まあ、このようにですね、日本のメディアはですね、こう、危機として翼の塔の、記事、逮捕の記事をもう、こう、大きく取り上げていると。でも、彼らがやるべきことは翼の塔の報道ではなくて、こんなね、翼の塔逮捕なんかね、まあ、しょぼい記事なんですよ。新聞で言うと本当ベタ記事扱いで、その程度に収めておけばいいんですけど、やっぱりね、報道すべきはこれですよね。この、僕がですね、5月10日に、やっぱり X にポストしてるんですけど、とうとう出たね、と言ったこの記事。この宮崎さんっていう、方の、ポストを引用してるんですけども、例えばこういった記事ですよね。国政選挙に機密費という見出し。これは中国新聞の5月10日の、大スクープなんですけど、やっぱり自民党は過去に官房機密費を選挙に流用して、そういった選挙活動に使っていたと。これなんかもう大問題なんですよ。ね。それはやっぱり元官房長官というか、官房長官の経験者が、暴露してるんですよね。こういった記事、ね。朝日とか後追いしました？読売新聞も後追い記事とか出してますか？これ。やっぱりやるとしたらこういう記事でしょう。これを追求しないといけませんよね。翼の逮捕なんかどうだっていいんですよ、はっきり言って。こういう記事をね、どんどん出していかないと、朝日はダメですよね。だから、裏金問題もそうだし、今回ね、中国新聞さんが頑張って、過去の官房機密費について、やっぱりこういうね、すごいスクープを出してるんだから、まあ、やるとしたら、ね、新聞というメディアがやるとしたらこういった記事なんでしょうね。あと、過剰という意味では、警察の捜査もですね、やっぱり過剰なんですよ。過剰捜査をやっているんですよね。で、これはですね、5月18日の、日テレニュースの記事ですね。翼の党代表ら3人、異例逮捕のわけはと。18年ぶり、特捜本部設置と、まあ、こういった見出しがついてます。これは、先ほど紹介した朝日新聞の2面ですね、時事刻々の、特集記事にも書いてありましたよね。捜査2課の事件で特捜本部が設置されるのは2006年以来というと、要はもう18年ぶりに、特別捜査本部が、警視庁の捜査2課に設置されたと、まあ、そういった記事なんですけど、どこまでする必要あります？これ。日テレニュースの記事でもですね、こういった風に書かれてるんですよね。捜査を担当する、警視庁捜査2課は18年ぶりに特別捜査本部を設置するなど異例の体制で臨んでいますが、その理由について、捜査幹部は次のように話しますと、捜査幹部のコメントですよね。極めて悪質な、事案と認識している。速やかに捜査するために十分なマンパワーを投入し捜査する必要があると判断したと。で、極めて悪質、まあ悪質ではあるんですけど、極めて悪質なのかなっていうのはありますよね。これなんてあれでしょう。さっき言った自民党の過去の巨悪に比べれば、コンビニでなんかおにぎりとかサンドイッチを万引きした程度の、まあいわば微罪みたいなもんですよ、これ。
それをですね、特別捜査本部を設置して異例の捜査体制うんぬんかんぬんって言ってるんですよね。でこれはですね、僕はあの東京15区の補選を取材したことがあってですね、選挙活動の最終日ですよね、4月27日の土曜日です。で28日があの投開票なんで、最後の日の27日の土曜日に東京15区を取材したんですけども、その時の模様はですね、やっぱりYouTube でも配信していて、こういう感じですよね。当日はですね、やっぱり SP が捜査に駆り出されていると。で、SP がなんか100人ぐらいなんか、動員されてるんじゃないかっていうような、噂が流れたんですけど、100人なんかとんでもないですからね、見た感じ。なんかこれ SP が100人いて、で、制服の警官が100人ぐらいいるような、ほんとそのぐらいの、感覚だったんですよ。で、そういったすごい警備体制で、乙武さんですね。乙武陣営の警備をやってるんですよね。だから、乙武さんを推してるのが、小池都知事ですよね。だから、小池都知事、乙武陣営に関しては、こういったすごい厳重な警備体制を敷いていたと。で、ね、これを見ると、やっぱり今回の、警視庁捜査2課、特別捜査本部を設置するのも、まあ、うなずけるんですけど、にしてもやっぱり異常ですよね。非常に異常です。で、自分はこういったポストを、X に投稿しています。これはですね、5月19日ですね。翼の党に対して警視庁捜査2課は、18年ぶりに、特別捜査本部を設置し、メンバーの異例の逮捕に踏み切った。では、18年前の2006年、その時に設置された特別捜査本部はどんな事件に対してなのかと。で、そうですよね。18年ぶりに、特別捜査本部が設置されたと。じゃあ、18年前はどんな事件に対して、そういった特別捜査本部が設置されたのかって、これ気になるんですけど、これがですね、近未来通信事件なんですね。で、それを言われて、なんとなく思い出したんですけども、この近未来通信事件といえば、IP 電話を謳い文句に、投資家約900人から約200億もの金をかき集めた組織的大規模詐欺事件だと。その犯罪スケール感からすれば、特別捜査本部の設置もさもありなんなんですけども、今回の翼事件はそれに比べればあまりにもしょぼすぎると、かっこ笑いと。まあそうですね、これ。あまりにもしょぼいんですよ、それに比べれば。で、たかがですね、少人数で、乙武さんとか他の陣営の選挙妨害をギャーギャー騒いでやっていたっていう事件なんですよ、これ。でも、かたや、ね、近未来通信事件って、1000人近くの投資家から金をかき集めて、もう200億円ぐらいの金が動いちゃってんですよ。それに比べれば、翼の党なんかもう、ほんと軽犯罪というか、微罪じゃないですか。で、まあ、警視庁が本気で翼事件をやるなら、まあ、あたおかというほかないんですけど、まあ実際はそこまでね、愚かじゃないんじゃないかと。で、結局のところ、ここにも書いてあるように、結局のところ、東京都知事、小池百合子氏による、腹いせ紛れの懲罰的復讐逮捕と見るのが妥当であると。まあ小池都知事に関しては、警視総監に対して、まあ泣きを入れたとか、いろいろお願いをしたとか、言われてますよね。で、そういった噂が流れた後に、さっき言ったような、異常なまでの警備体制が4月27日に敷かれたと。で、それを実際僕もですね、目撃してますから、あれ本当異常でしたね、警備体制は。自分名前とか聞かれましたからね。で、その名前聞かれてこうメモしてるんですよ、SP の人たちが。だからそこまでやって、まあ、今回の異常なね、捜査に至っていると。まあそういったわけなんですよね。で、近未来事件に関しては、ここにもですね、もう少し詳しく、当時の、模様が書かれています。一般投資家から資金を募って IP 電話事業を行おうとしていた、近未来通信が、2006年11月、配当を中止したまま本社と全国の事業所を一斉に閉鎖したと。まあ非常に悪質なんですね。で、1人当たり1000万円以上を出資して、
中継局オーナーの権利を買うと毎月100万円近い配当が得られることを謳い文句に約900人から約200億円を集めたが、11月から配当金が払われなくなったと。で、2466台あるとしていた中継局は実際には7台しか稼働していなかったと。まあそういったふうにガイドラインが書いてありますね。だここまでの詐欺事件だったらさすがに、まあ特別捜査本部っていうのもありなんですよね。ありなんですけども、実際は、実際翼さんとってただの、少人数による選挙妨害ですからね。だからもう全然こう非対照的なんですよね、レベル感が。で、やっぱり、これは、まあ、小池都知事が動いているだろうと。で、ここにあるようにですね、警視庁の組織というのが、まあ、一般公開されていて、まあ、警視庁なんで、まあ、いろんな、こう、複雑な大規模な組織にはなっているんですけども、まあ、一番上の方を見てほしいんですよね。警視庁の組織の一番上が、これにあるようにですね、東京都公安委員会となってるんですよ。で、その下に警視総監がいると。で、さらにその下には、副総監ですね。で、副総監の下に、まあ、いろいろこう、総務部であるとか、警務部であるとか、交通部、まあ、ざーっとまあ、いろんなね、たくさんのこう、部署がこう、ぶら下がってるんですけども、まあ、警視庁の上は、東京都公安委員会になってると。で、この、東京都公安委員会のさらに上は何かというと、ここにあるように東京都知事なんですよ。ね。東京都公安委員会の上に都知事が鎮座している。これが、一つの組織なんですよ。で、ただし、東京都知事はあくまで東京公安委員会を所轄しているだけなんですね。で、所轄とは、何か。で、ここにあるように、所轄とは、指揮命令権のない監督を意味しますと。で、確かに東京公安委員会の上に都知事が立っているんですけども、指揮命令権はないと。まあ当たり前ですよね。直接知事が指揮できるとは思えない。でも、組織的には、警視庁のトップは東京都知事なんですよ。だから、まあ、いろんな噂というか、報道めいて話も聞きました。東京都知事が、警視総監に泣きを入れたとか、ね。それによって、やっぱり今回の異常な過剰捜査になってるんじゃないですかっていうのは、まあ、容易に想像ができるんですよ、これ。だからね、今回の翼の塔の逮捕劇、何でも言うようですけど、僕は別に翼の塔を擁護したいわけでもないし、味方でもないですよ。で、前から、まあ、彼らは、まあ、当然逮捕されるよねとは言ってきました。で、実際に逮捕もされました。まあ、当然でしょう。選挙の妨害罪で逮捕されたり、こういった捜査を受けるのは、異例ではあるんですけど、まあ、今回は、まあ、しょうがないのかなと思うんですけど、にしても、捜査は過剰であると。で、そのバックにいるのは、やっぱり小池都知事じゃないんじゃないかなと思われます。はい。だからね、これはここからやっぱり見て取れるのは、小池さん、小池都知事は、今年の、夏に行われる東京都知事選、やっぱり出ようとしてるんじゃないですかね。今、学歴詐称問題が明るみになって、まあ前からも出ては消えしてるんですけども、小池さんのね、学歴詐称疑惑っていうのは、古典的な政治疑惑の一つなんですけども、まあ、過去からね、いろいろ言われてはきたと。でも今年の、あれですね、今年になって、文藝春秋の、5月号に、小島さんという方の、手記が掲載されて、またこう再燃するような形になったんですね。で、その前は、2020年に出版された、石井妙子さんの、女帝小池百合子ですね。この本が出た時にやっぱり非常に、燃え上がったと。炎上したと。小池さんの学歴詐称疑惑が大炎上したという経緯があったんですね。で、この本は非常にこう、出来が良くて、よく書かれていてですね、この本を読むと、もう、おそらく学歴詐称は間違いないんじゃないかと。
そう、もう信じざるを得ないような、よくできた、よく書かれた本であったわけなんですよ。ね。で、その後ですね、カイロ時代に小池さんが一緒に同居していたという北原桃代さんが、実名で、また再度告発するなど、この問題はですね、非常にこう、今でもこう、継続して、燃え上がってはいるんですけども、で、それを踏まえると、今年の夏の都知事選はですね、小池さんはさすがにもう立候補しないんじゃないかと。もう今年の夏で小池さんは政治家として引退するんじゃないかなと、僕は個人的に思ってはいたんですけど、いや、甘かったですね。考えは甘かったです。小池さんはやっぱりこれ出るつもりですよ、これ。じゃなかったら翼の友をここまで痛めつけるはずがないんですよ。でね、こうやって過剰捜査をさせて、まあ彼らね、主だった3人を逮捕して、身柄を拘束して、しばらくの間はね、留置場に、まあぶち込んでおこうという腹積もりだと思います。でね、翼の党のメンバーは、黒川さんにせよ、あと根本さん、あと杉田さん、彼らの3人とも立候補するとかって息巻いてたんですけど、まあどうですかね、捕まったまま、まあ留置場の中にしばらくずっと、置かれるんでしょうけど、このままだと出られないかもしれないですよね。だからそうしたいがために小池さんは、まあ警察機構を使って、まあ逮捕させて、で、自分はこれから出るんじゃないかと。だからこの問題はですね、今年の夏までですね、ずっと繋がるんですよね。でも、あれですよ、小池さんの側近だった小島さんは、もし小池さんが立候補するようであれば、学歴詐称の疑惑で告発するって言ってますからね。だからそこも非常にこう見逃せないポイントではあるんですよ。だからやっぱりこの今回の翼の党のメンバーの逮捕、これは今年の夏の、東京都知事選に繋がってくると、それはもう間違いないだろうというのが、まあ今回の、まあ、動画の、まあ、一つの趣旨なんですけど、それとはやっぱりあれですよね。この日本のメディアのこの過剰報道ですよね。これもやっぱりね、小池さんに忖度しまくりなんですよね。僕は毎週金曜日のですね、小池さんの定例記者会見に最近参加してるんですよ。で、定例記者会見っていうのは、基本的に記者クラブが議事っているんで、記者クラブの管轄なんで、僕らのようなね、フリージャーナリストっていうのはもう参加させてもらえないんですよ。でも東京都は、一応、ズームというか、リモートでですね、ズームではないんですけど、リモートでの参加は認められる場合があると。で、自分は、リモートでの記者会見は参加できたんで、ずっとここ最近参加してるんですけど、ただですね、この記者クラブですね、革新的な質問しないんですよ。緩い質問ばっかりしていて、先週、先々週も、東京15区の補選が終わって、最初の記者会見にもかかわらず、彼らはそれに関する質問って全くしていなかったし、そして、やっぱりあと警視庁の過剰捜査ですよね。過剰捜査があったと。だからね、これはやっぱり、翼の党の逮捕っていうのは、そういった権力者が、そういった権力を恣意的に、こう扱っている、メディアも一つの権力なんで、まあ、警察はもちろんそうなんですけど、メディアだって一つの権力ですよね。そういった権力者がメディアであるとか、警察であるとか、そういった権力を恣意的に運用しているっていう問題を浮き彫りにさせた意味で、実に重要な問題ではあるんですね。だから今年の夏の東京都知事選に向けて、この問題はもう目が離せないと。だから皆さんもぜひ注目していてください。今日の動画はこの辺にしたいと思います。最後まで、ご視聴ありがとうございました。